ペルの前の教会に来てみた。寒い今日。郵便局なんだっけ、モンゴメリが働いてた郵便局の多分レプリカなのかな。でも本当の郵便局なんだよ。モンゴメリが育った家がポストオフィスやってて、でオリジナルの家はもうないけど、この建物は似てるやつみたい。なんか見ていいのかなっていうか、開いてんのかもよくわかんないよね。本当？だってさ、誰も車止めてないからさ、働いてる人車どこ止めてんのとか思っちゃって、まあ、歩いてきてるかもしれないし、誰か、まあね、家族がドロップオフしたとかもあるかもしれないけど、誰も車止めてないから大丈夫かなと思って。皆さん驚かれるかもしれませんね。この小さな郵便局の持つ意味を知ったら。ここはカナダ文学にとってとても重要で特別な場所です。うんうん、営業してる。うん、8000。Have you been to Japan? No, but this fall we're going back. We've been to France and England and Portugal, but we're going back. この郵便局のお姉様がすごいいろいろお話ししてくれて、いろいろ教えてくれた。でもここの郵便局は夏しか開けてないらしい。先週開けたって言ってた。で、中本当は博物館になってるんだけど、屋根が火事になった時に中身出しちゃって。今また博物館を何また営業しようと、まだ準備中って。うわ寒い、風吹いてて寒い。でこの教会がモンゴメリが Head west on Cavendish Road, Prince Edward Island, 6 east toward Prince Edward Island, 13 south. モンゴメリが昔働いてた、週に1回多分日曜教師してた、オルガンを弾いたりしてたみたい。でそこ、しかもここの牧師と知り合って結婚したらしい。うー寒い。でも中は開けてないみたいで、多分サービスもしてないって言ってたかな。外からちょっと見れるぞみたいな感じ。寒い。これがさっきの可愛い郵便局。でもあの郵便局はもうほぼ観光用だって言ってた。あ、日本語で書いてあるじゃん。うん、寒い。日本語もありそうだな。ここに韓国語がある。パルガンモリエン。日本語はないかな。あ、あったあった。
ンを演じた女優たち、すごい長靴下のピッピはアンにインスパイアされてるんだって。私子供の時このピッピ好きだったんだけど、なんかドラマだか映画だかあったんだよね。馬車もあるし、馬もいる。あの家、寒い、雨。どっから入るんだ？じゃあ、ハウスエントランス。見たよこれを、写真で映像とかでよく見る観光地の、すごくない？よく見たよこれ。寒い、こんな寒い日に来ると思う。 Hello, hi, welcome in. Thank you. Oh, it's cold. Yeah, rainy and stuff. Yeah. Not the nicest day out, but you're inside now.So it is a self-guided tour, but feel free to ask any questions and take pictures and videos as well. Okay, thank you. No problem. パイが置いてある。ブルーベリーかな、わかんない。ブルーベリーに見える、見えたけど、あ、アコーディオン。ここ自体がなんかキッチン、何、キッチンの横のベッドルームで、だから階段とか登れない人とか、お年寄りの人とか病気の人とかが使ったりとかするような部屋のベッドらしい。あと、そう、あと昔よりはもちろん、今よりはもちろん背が低かったけど、でもなんかそう寝転がらないで座って寝てたんだって。息がしやすいようにみたいな。これマティウの部屋。うん、これは何の部屋だろう。あ、これが何か、そうだね、キッチンにカットするような部屋だね。うん、これがラズベリーコーディアル。なんだっけ、日本語ではね、いちごって訳されてんだよね。いちごのなんとか水、忘れちゃった。いちごのなんとか水、アルコール入ってて、アンが間違えて飲んじゃったやつ。チーズかな、チーズとブレッドとロールもしてみたいな。そうなのかな、すごいね。ここは食器置いてるとこ、これオーブンだって。オーブンでアイロンで、あと料理もして、あと部屋も温めるっていう、すごい素敵。家の壁紙がさ、めちゃ可愛いんだけど。どうだろう、え、あんじゃない、どちらかというと多分、おばさんよりは、うん、服とかが、うん、あれは鏡？何？あ、本もたくさんあるね。鏡、うん、絵じゃないよね、ここから見えないからさ、うん、鏡だね、うん、
だって黒板あこれでさ勉強してたじゃん。なんか学校の授業これで撮ってたよ。かわいい壁紙が、うん、でもこんな派手な家にきっと住んでなかったよね。でも、うん、さっきのマシューの部屋よりはベッドが長い長いっていうか、多分だからあれはさそういうなんかシックな人が泊まる部屋用のベッドだったから小さかったのと、あとキッチンの横の部屋のサイズもあって小さくしたんじゃない。あ、ここかもね。あ、ここは作業部屋で、ここがなんだっけ彼女の名前、マーガレット、いや違う、なんだっけ、リラじゃない、リラの部屋ってこと。え、でもさ、こっちもさ、部屋じゃん、こっちもベッドじゃん、ゲストルームとかもあるのか。昔は普通に現場でも出なかった。そっかそっか。あ、でもアンとこはベッドちっちゃい、ちょっと、うん、でもきっとここはおばさまの部屋だよね。なんかアクセサリーとかいろいろあるじゃん、うん、これで終わりだ。よくこの写真、この建物よく見たけど、本物を見た今日。うわ、雨でさ寒くて、この奥にさ恋人の小道とお化けの森だっけ、なんかそういう感じの名前の道があるけど、ちょっと雨降ってるから次回また来る。最初に持ってきた。そうかな、うん、昔お土産屋さんで働いた時、アンのグッズたくさんあった。結構このぬいぐるみが、ぬいぐるみじゃないか、人形が怖い顔の人がさ多くてさ並べるとき怖いって言いながら並べてたな。この靴下メイドインコリアだって。これが可愛いんだけど、ロブスターソックス。デザートお店の人がくれた。ちょっと今日天気が悪くてあれだけど、湖が見える部屋、もう空も湖もちょっと境が分かんない